運命の最終回。ひと夏の恋が教えてくれたもの。それぞれが出す答えやいかに。真夏のシンデレラ。いやはや、夏美とケントの親との面談。愛理とおさむの別れ。守るの告白。再び近づきそうなリサとソウスケ。そして、まさかの自己フラグ。とんでもなくお腹いっぱいな展開になりましたね。そんな中、次回はついに最終回ということですが、予告映像では今までのみんなの笑顔が変わる変わる映し出され、最強で最高の夏が終わるという文字だけの情報しかなく、どうなるのか全く想像がつきません。さらには、公式ホームページのストーリーも何も書かれておらず、どんな最終回を迎えるのか、なんだかやけに緊張感があります。なぜなら今回、夏美はさつきの言葉にショックを受け、たくみの優しさにちょっと揺らぎそうになったところで、夏美が惹かれそうになったところを、たくみがかばっている映像で終わっているので、ありとあらゆる妄想が頭を駆け巡ってしまいます。しかも、夏美とケントは、どんなことがあっても離れないと約束し、指切りまでして、もうそれが離れるフラグな気がしてなりませんし、これだけ詰め込むなら、この事故で、夏美とたくみのどちらかが記憶喪失になるとかもありじゃないかとすら思ってしまいます。愛理は、おさむに別れを告げた直後に、守るに告白され、なんだか流されそうな気がしたり、リサも、自分の気持ちを口に出した途端、ちょっとソウスケに素直になっている雰囲気があり、あっちもこっちも動きすぎていて、本当に次回で終わるのか?という気にすらなりますよね。まさかの、どのカップルもお別れして、それが夏が終わるってことだったりしないかとか、ちょっと嫌な想像もよぎってしまいますが、王道ラブストーリーはやっぱりハッピーエンドじゃないとって感じなので、いい方向で終わっていくと信じて、次回もしっかりと見届けたいと思います。今更になってしまった匠の夏美への告白。ほんの少しですが、ひょっとしたら夏美は動揺して、改めて自分の気持ちに向き合ったりするのかなぁと考えたりもしましたが、夏美の気持ちはもう、ちゃんとケントに向いていてよかったなぁと思いましたね。そして、水族館デートでの言葉だったり、夏美のために漫画を買っていたり、花を用意し、俺と付き合ってくださいと伝えてくれたり、久しぶりに夏美への愛を存分に表現してくれるケントがいて、二人の空気感はすごく穏やかで素敵でキュンキュンしました。なのに、やはりケントの両親は夏美に対していい印象を持たなかったみたいで、ちょっと話しただけで退席したり、ケントに付き合う相手は選びなさいと店先で言っていたり、失礼でしたよね。ケントもなんで夏美のお店で会わせたのよと思いましたが、ケントにとってはあのお店も含めて夏美であって、自分が幸せでいられる場所ごと紹介したかったのかなぁとは思いました。父からの言葉にケントはしっかりと別れるつもりはありませんと言ってくれて、ケントよく言ったって感じでしたし、父はうちの会社を任せるわけにはいかないなと言い出していて、これは願ったり叶ったりではと思ってしまいましたね。ケントはもともと海洋生物学者になりたかったわけですし、今の仕事より夏美を優先する傾向がありますし、家を出て
独立し、夏美のお店を手伝いながら幸せに暮らしましたとさ、でいいじゃないかと思わずワクワクしてしまいました。今こそケントは自分にとって何が大事かしっかり考えて、その上で夏美とゆっくり話していってほしいのに、またさつきがおせっかいをしてきましたよね。わざわざ夏美のところにまで行って、こんなこと言う権利ないんだろうけど、って、本当にその通りなので帰ってくださいって感じでしたし、ケントは大事なものを捨ててしまう、とか、努力していろんなものを手に入れてきた、って、そんなにケントのことを知っている間柄なのかが疑問でしたし、二人のためにとかケントのためにって気持ちがあるんでしょうが、夏美が足引っ張ってるとか、そんなことを聞いたら彼女がどう思うかとか、全く考えていないところが残念な人だなぁと思ってしまいました。そんな昇進の夏美に気づく幼馴染の匠。夏美が匠に告白した時を思い出させるような雨。そして夏美に近づく車。王道なのは承知の上ですが、ベタすぎて全力でなんでやねんと突っ込んでしまいましたし。ツイッター上もこんなことある？やトレンディーだと放送終了後もかなりざわざわしていて、ある意味最終回がどうなるのか見たい気持ちは高まりましたよね。アイリとオサムとマモルも見事な三角関係で、確かに夏ってこういう恋してる人いるんだろうなぁとしみじみと感じてしまいました。オサムが恋に自信がなく、アイリと離れようと思った気持ちも、それを察して別れを切り出したアイリの行動も、ずっと気持ちを隠して応援してきた守が動く気持ちもわかるけど、アイリは守と一緒になっていいのかはちょっとわかりかねますね。守は優しいし、アイリと波長も合いそうなので、ひょっとしたらベストカップルになって、そんな二人を見て、オサムはこれでよかったんだと思う未来があるかもですが、アイリはそんな流されるような感じでいいのかなぁと思ってしまいます。そして、オサムにとって親友で理解者でもあるマモルがアイリと付き合ったら、オサムはマモルにまで心の殻を作ってしまいそうで、これから大丈夫かなぁと勝手に心配してしまうので、三人が笑顔になれるような方向に向かっていってほしいですね。今回のリサはどうしちゃったの？という感じでちょっと困惑しました。確かにソウスケが好きなんだという気持ちがあることはリサの口から明言されましたが、その気持ちは心に秘めておく的なことを言っていたはずなのに、私も今日もいるんじゃないかなと思って歩いてるって、そんなこと言われたら、ソウスケのリミッター外れちゃうから、とそわそわしましたし、案の定、リサ呼びからの、ハルキくんの父親になる未来もあったりするのかな、とか言い出しちゃって、ここまで来たらもう、付き合う方向で進んでくれって感じでしたね。ハルキもここへ来て、三人で一緒に働きたい、とか言い出すし、きっとハルキは何も考えていないんだろうけど、そんな些細な言葉ですら、ソウスケには響いちゃったのかなぁと思ってしまいました。これでうまくいかなかったら、いよいよどっちかがこの街を離れないと、駆け引きがずっと続いてしまいそうで、それはさすがにメンタル持たないと思うので、こちらもどんな結末を迎えるのか、かなり気になるところですよね。一夏で出会い、惹かれ、付き合い、別れ、でも惹かれ合いと目まぐるしく進んだこの作品。
このひと夏だけで終わってしまうのか、それとも、この出会いはずっと続くものになるのか。予測不能の最終回も見逃すわけにはいきませんね。では、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。